兵庫県内で過去最悪のペースで増加している特殊詐欺被害に関して、県はきょう全庁で取り組む対策本部会議の2回目の会合を開きました。今日の会議には斉藤知事をはじめ県警の村井俊幸本部長らが出席し、特殊詐欺被害の現状や被害の発生を未然に防ぐ取り組みなどが話し合われました。県によりますと、去年1年間の特殊詐欺による被害額は過去2番目に多いおよそ19億9000万円で、認知件数は過去最多の1200件以上に上るということです。会議の中で斉藤知事は、高齢者が被害に遭わない対策と同時に、若い世代が詐欺に加担しないような対策を自らが先頭に立って取り組んでいきたいなどと述べました。また県内での特殊詐欺被害はおよそ8割が神戸・阪神地域で発生しているということで、午後からは伊丹市内のショッピングモールで対策本部設置後初の啓発キャンペーンが実施されました。キャンペーンには斉藤知事や伊丹市の藤原康之市長のほか、学生防犯ボランティアのブルーフェニックス隊も参加。特殊詐欺のおよそ6割が固定電話にかかってきていることから、自動録音電話機の設置などを呼びかけました。高齢者の皆様ですね、大変不安に思われていると思いますので、これはしっかり県としても県警さん、そして、今日は伊丹市長来ていただいてますけども、連携して特殊詐欺被害対策をしっかり進めていきたいなと思っています。県は高齢者を対象に自動録音電話機の購入補助を行っていて、今後も啓発活動などを通して被害を防止していくとしています。